Always Nonch TV。 はい、Nonch TV 始まりました。ピースの角度は自分向き、 D Nonch です。そしてこの人は、はい、この男は D そうなった、はい、シーツに車にかくれんぼ萌え子です。ちょっとなんか、ね、そんな怖い感じじゃないシチュエーションな気がするんですけど、はい、今回は、はい、ドラマお願いします。お願いします。この男は、はい、人生最大の過ちである、はい、俺さっしゃない、過ちです。この男は人生最大の過ちです、はい、とこのドラマなんですけども、はい、時間が大体夜中2時半ぐらいだよね。そうなんですよ、ね、うん、26時30分っていうね、うん、我々のゴールデンタイムですよね、うん、もうちょっと後かな、もっとすげえな。僕はもうほんと夜中1時から朝10時ぐらいまで元気です。あ、はいはい、そういったやつは午前中のが元気だね。まあいいや。はい、はい、何を言いたいかっていうと、うん、このドラマは本当に僕がみんなに見てほしいドラマですということを伝えたい。はい、で、まあ、何にせよこの松井愛理さんが今回も良かった。かわいい。うん、かわいいね。服装がどれもいいんだよね。うん、私あれやりたいわ。それも言いたかったんだけど、一つ私は言いたいのはジャケットとパーカーのあれは松井愛理さんだから似合うっていうことですよ。オレンジのパーカーにチェックのジャケット、ブルーの、そう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 、あれね、あれなかなか難しいですよ。あれ危険ですよ、みんなやったら。あのドレスも可愛かったね、似合ってたね。あのニットを中にインしちゃうのも可愛かったね。あれ俺もうどの回がどの回か分かんなくなってきちゃったんだけど、うん、松井愛理の家の前のさ道でよくもみじ先生はこう待ってたりするじゃない、はい、あのシーン好きなの、好きなの、あのシーン好きで、あで迎えに行く派だからね、はい、そう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 自分から行くからね、歌の世界だと、ね、おまわりさんとかこう来てさ、はい、それにさ松井愛理が前止めに行ったのよ、うんうんうん、そこが可愛い、そこが可愛い、あのこれも私の彼なんでみたいな感じにして、あ、ね、うん、ああいうシーンとか、うん、もうなんかねどこを切ってもすごい好き、もうもともとねもこみち先生僕好きだし、もこ、うん、ね、もこっていうのはどういう意味だか知ってる？あれでしょ、うん、なんか誰か道って言ってたよね道道道道になってたよ、モコは確かまっすぐみたいな感じだね。なんかね。うん、そうそうね、まあ、何語だ、何イタリア？なんかわかんないけど。うん、そう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 。それはモコ道らしいんですけど、本当にこのドラマはね、うん、絶対に見た方がいい。ファッションが好きな女の人とかもう絶対見た方がいい、うん。あと30分っていうのがね、こうパッパッパッってのがね、いいですよね。なかなか。オープニングおしゃれ。うん。うん。あと同僚のね、うん、萌美さん。萌実さん、あ、被ってる、かぶってる。萌実さん、萌実つながり。ね、あの、上白石萌音ちゃん、ね、モネちゃんも萌音じゃないあれだってっていうね。あ、字が。あ、そうだ、うんうんうん。やっぱ両親すごいな、センスがあって。うん、いや、すごいよね。ね、俺だってね、もともとシュワっていう名前。それでその、何。萌実さん、はい、あの人の回俺一回なんか欲しいなと思ってんだよね、うん、今んとこないんですよね。その前にでもあの友達の方が来るんじゃないかなっていうね、ぜひ出していただきたいね。あのね、うん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 、天樹さん好きな、まあそんなこんなで今回は誕生日の、ね、はい、話でしたよね、もこみ先生の、うんうん、で嫌がるけど結局出席するみたいな。なんか俺も友達と見てたんですけど、うん、あのなんかかけられたり、はい、かけられたりみたいな、あこっち、うん、ああいうのやられたことないよなって友達が言ってたんですけど友達なんだ、うん、僕は女の人にこうやってでもあれ言ってたよ、ねうんうん、いい男の条件って言ってたよね、うん、その人はね、うんうんうん、見てますか。僕は女の人に人の前でパンってやられたことあ強い。俺結構やられやすいんだよな。なんでああいう時さ、こうできないんだろう、うん。絶対来ないと思ってるからかな。あ、
糸も簡単に当たるんだけど続きはまいこちゃんネルで第4話のあらすじも交えていきますのでよかったら見てください。また後でね